famosina. さあ、こんばんは、お疲れ様でーす。スパツ X のイベント本日も行っていきます。見にくい大人の煽り合いが後ろで行われておりますが、こういうのも含めて疎通ですからね。うわー、タコ様えらい。タコ様だいぶ強くなってんな、これやるータコ様、タコ様、ダブラリを忘れろ。チュンリー戦はダブラリを忘れた方がいい。そうです、ガードで押して2回目で連キャンジャンプやると効果高いです。その場からの連キャンジャンプ、その場からのジャンプだと届かないんですよ。連キャンジャンプだと届くんで、1回前に歩いてガードしないとそれも意味ないから。向こうに行っちゃって竜巻が出てんのに背中蹴りで上取ってるからね。やばいな今の。死ね。あれなんですけど、3段を入れるためにジャンプ系をキック微妙に高めとアッパーからの波動最速が求められるので、まあだからむずいっすよね。ほんのちょっと高めだったら入ります。波動のキャンセルやっぱ早いのが重要ですね。当たってるかなって不安に思いながら飛ぶと間に合わないことが多いんで、入りますね。ジャンプ強キック台足やるぐらいだったらジャンプ強キック昇竜かな。もうダウン奪わないと
線で一気に殺せないので、ダウンはダイヤスだとダメなんですよ。昇竜の方が時間が長いからそっちが優先ですね。あ、破天荒さんも来た。それじゃあそろそろイベントやりますか。おお、えらい。えらくない。タコ様、時間を使おう。食らいに行く必要ない。この距離ね、守りのダブラリがある。だから言ったのに。いや、このゲームね、削りでかいとはいえそうそう削り殺せないですから。死んでるってことは大体食らってるんですよ。さあスクリュー入ってタコ様が、おお、それはマジかー。あパンピー、途中までくっそうまかったのに今のはやばいな。うおうそうそ。あ、どうもお疲れ様です。カメラ位置ね、あ、今日はワンピー側にしました。じゃあそろそろ何かやりますか。皆さん木曜日のあれ見ましたか。見た見た。えらい。いやー、あれ面白かったな。本当に面白かった。僕の予想だと梅原やや倉橋の順だったんですけど、真逆でしたね。いや、倉橋さんのなんて言うんだろう、もう一言で言うと殺気がやばかった。殺気ですよ。全盛期の倉橋はあんな感じでしたよ。バーサスにここ2週間ぐらい実は来てたんですけども、それをもうその時にはモードに入ってましたね。ほとんど誰とも話をせず、あんだけ情熱あふれるプレーを見せられたらみんなやりたくなっちゃうんじゃないでしょうか。どうしてもね、僕もそうなんですけど、技術論に寄りがちなんですよね。そんなの全部関係ねえぐらいの熱いファイトを見せてもらいました。もちろん技術もね相当なもんだったんですけど、あれは皆さんぜひも見てください。うわー、まあ戦列あるからね。あー、戦列読みの中足という、ひどいなー、これはキャラ差だなー。ああ、そうだね。
タコ様、今さっきパイルで受け身取れなかったじゃないですか。全然めくりに行けなかったですね。あれどっち方向かでもうめくりに行ける行けない決まってる。そもそも行けない。バニーやらないで歩き止めじゃないですか。バニーが出なかった。バニーだ、前に入れっぱでいいんですよ、これは残念だな。クンリーはパイルあんま追いつくないんですね。噛みついた方がいいですね。そうすると あれはびっくりした。それでは X でそろそろなんか始めましょうか。今日は 2on2 ルールの予定ではありますが、あ、因縁やります？因縁ワーサスでね、基本そんな仲悪くないんで、因縁のクソもあんまないんですよね。あるとしたらあのチュンリー使いたいその他っていう、それは因縁ですよ。やっぱあのなんだかんだ大阪の人は尊敬の眼差しで見ちゃうんだけど、シーブ勢に負けるとムカつくんですよ。いやいや、強いのはもちろん重々承知ですし、こんだけ強いけどこんな負け方すんのみたいなイラつき方はありますね。いや、あのチューブズ全員ではないですよ。主にバルドグの2体ですね。でも対戦するのは好きなので、なんかムカつきにいってるという感じで、そういうもんですね。で、まあ、尊敬しちゃうとやっぱダメなんですよ、対戦というのは。いや、相手のでもリスペクトは忘れてはいけないものですが、あーすげえ負けたみたいな、そういう考えになっちゃうともうダメです。こういう精神論僕逆に苦手なんです。攻略で勝ちたいなっていうタイプなんで。はいはい、それではそろそろやりましょうか。やるか、理由がいる。やらない人の方が多いかな。ノーでしょ。 OK な人の方が多いんだけどね。ノー俺の一つは理由がいるとかないんだと、タコ様が言ってるんで。ザンギドキャラ、ザンギドキャラはね、ザンギドキャラの国に行ってください。ザンギホンダ、隊長ホンダついに出てきた。じゃあまあとりあえずやりますか。やりましょう。何か誰か来るかとかあるかな。
さそうだな。はい、今のところ11名ですね。あれ、手形さんもやりましょうよ。やりましょうよ。なんかよし、じゃあ、あ、風船爆弾がやってるよ。あ、グリグラ、OK。風爆やる？皆さんもどうかな？2 on 2でございます。一人、2キャラ？2キャラ。メインキャラはメインキャラで OK で、2キャラ目くじ引き。メインキャラでよろしいでしょうか。グリグラサメイロンね。うん、普通の2オン2で2キャラ目くじ引きにしようかと思ったんですけど、ね、どうしようかな。いや、2キャラ持ちにしちゃおう。最初から2キャラ持ちにしちゃって、で、いや待てよ、あれでやるか。はい、同じキャラは1回しか使いません。メインキャラだけ2回でもいいかな。いい。別キャラは別キャラ扱い。湘南くんはマジで竜しか使ってるの見たことないからね。本当に竜一本だもんな。ガチでもいいかも。じゃあ、いい殺し合いやりますか。これで風船爆弾やるのかな。分かった。よし、じゃあガチンコです。またキャラクターとかうんぬんやめて、今日はガチンコです。いや、皆さん、の試合終了してこちらに集合でお願いいたします。ガチンコやって因縁作る。あるな。確かに。では文字合いストップでお願いいたします。お、マーク君、オッケー。
じゃあグッチさんと焼き鳥さんはキャラを教えてください。今日はガチですよ DJ。 グッチさんは、あ、とりあえず1キャラでガチで、はい、1キャラです。とりあえず1キャラでいきましょう。あるな。リュウね、はーい。じゃあ16人8チーム、やろう。火で終了。チーム分けはくじ引きかな。あの手形さんとかはね、誰か組んであげてほしいんだけど、僕も入るから僕でもいいんだけど、トランプにしちゃおうか。ダーチ君書いた。1チームチーム俺一人でもいいですよ。僕でもいい、僕でも構わない。じゃあやりましょう。チームはくじ引きで決定いたします。一人一枚カードを引いてください。はーい。一人一枚引いてください。8番は一人チームです。僕でもいいけどな。僕引いちゃう。はい、はい。
では本日のチーム決め、8番は黒の8番は1人チームなので8持ってる人出たータコ様タコ様1人チーム残念もう1キャラいいですよ。ザンギともう1キャラもう1キャラ1キャラにして他の人が来たら無礼にねじ込みますあ、1キャラでとりあえずトーナメントやっといて、後から人が来たらそこに入れる。あ、なるほど。じゃあそれに期待しましょうか。はい、死んだか。いやいや、では1番の持っているのは1破天荒グリグラリューフェイロンですね。破天荒グリグラ2番焼き鳥バイパー。うわー愛し合ってるね。ここはあ、でもね DJ 使いになったからバイパーさんも嫌いだと思うよ。じゃあ3番グッチヒデまたも自分で言ってるバカがいる。はい、4番手形4番は直樹。お、手形直樹よし、5番は機械って、おお、ダルシムに当たんない、当たんない、ダルシムと当たらない、嬉しいって機械はい、6番はトモザ2回転です。トモザ2回転、チーム内で因縁が生まれてるという話がありますね、これ。はい、7番最後が湘南マキリ龍拳チーム、ありがとうございます。よいし、じゃあトーナメント作りましょう。これを新しいウィンドウに持ってって、もう一人誰か来るといいですね、タコ様ね。
はい、それではシャッフル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 スタート。 OK、 では始めていきましょう。タコ様チームにビリーダルシムが入りました。はい、では上が 1P 下が 2P でいきましょう。 1P 側湘南流マキリケンチーム VS 破天荒流グリグラフェロンチーム。湘南マキリ対破天荒グリグラです。グリグラさん、グリグラさん、試合だよ。次の試合、焼き鳥バイパー VS 手形直樹です。先方は申告でお願いいたします。先方は OK？ どっち？はい、じゃあ上のピンクのボタンを押してください。ピンク色です。いっぱい入れちゃっていいですよ。はい、それでは9月9日スポーツ X NVC2 ランバと2on2形式ですね。今回はガチンコルームでございます。まず第1試合目はマキリケン VS 破天荒流。おっと空対空、さあ昇竜バッチリ、そして追い詰めた。あとはぬっ殺すことを考えるだけ。昇竜切り返してめくり落とす。さあ膝つかみ、これはレッパル削り切る。膝つかみの後の先飛びに昇竜拳を狙ってもいい場面ですね。あそこはさあバッチリ落とす。おーっとしゃがみ中盤、さあなかなかいい試合。マキリ拳が最近とすげえ上手くなってるんで、ここを見せていきたいところ。さあ真空5位、ここは様子を見合わせて昇竜拳が置いてある。まずはマキリが取る。次の試合も用意しておいてくださいね。さあ 2P 側大将グリグラフェロン、完璧な噛み合わせ、減りすぎでしょ。7割消し飛んだ。さあここで昇竜拳から先飛び、おーっと、ああ進化具、あそこでもう一発投げでも食らおうもんならピヨるので、ヘイロンがもう支援を必死で出すと。さあ足払いの空振り、劣化剣が2発、レック落として劣化神経、これは痛い。おーっとぶっこんにすぎた。昇竜めくりはガード。さあこれで剣厳しくなった。先客暴れてく。しかし勝ち筋なくはなかったぞ。このいい勝負を見せられて湘南が大将戦で出ていく。湘南はケイロン戦、その昔想像に死ぬほどボコられていたという話を聞いている。難しいですからね、フェイロン戦は。とにかくさあ劣化一発止めでいじめていく。さあ飛びがうまい、途中でピヨル、途中でピヨル、マジか。さあ劣化でいじめて泳がせておいて波動拳に飛び込む、ヘイロンの黄金パターン。さあ勝利バッチリ落としてめぐりが引っ張って投げる。ここは下がってしまうが
さあ切り返し、あーっと重ねミス、結果神経打っちゃった、シンクハロー前で確定。さあ大将同士最終ラウンドにまでもつれ込む、ファイヤー波動入って詐欺止めが押し返す、この押し返すのが本当に重要、端っこに詰められるととにかくきつい。さあ中足に劣化を狙っている、さあ無理やりねじ込んで振り柄が強かった。はい、焼き鳥バイパー 1P 側です。手形直樹 2P 側、スピアチ。次の試合、トモザ2回転が 1P 側、タコ様ビリーが 2P 側です。あ、じゃあリセットしてもらっていいですか、すいません。緑色のボタンですね、上にないですか、上にないですか。先方は申告でお願いします。OK、 それでは 1P 側は焼き鳥 DJ、 2P 側は手形サガット。さあ手形サガット始めてそろそろ2ヶ月ぐらいか。この人はもともと何勢って言ったらいいんだろうな、カップ S 勢ですね、秋田のプレイヤー、秋田から来た秋田さんの連れですねが一緒にずっとゲームやってただけあってめちゃめちゃうまいですが、この組み合わせはだいぶきついぞ。さあエアスラ止まれる、エアスラを食らう、さあ投げるが、ここですらからマシンが減らぬ。さあいけるか、この目の前のしゃがみ中盤、さあ手形下がった、うわー見てからでしたね。さあきつかった、直樹大将、さあ直樹バイソンはとにかくよく動く、元気いっぱい系のバイソン。しかしその破壊力たるや相当なものがある、完全に見てからしゃがみ中盤、これは暴れられないことをよくしている。さあグランド刺さって、まずは直樹、そうだけどもなかなか出てこないですね直樹バイソンは。これもそのはず、山梨のプレイヤー、さあクレジ打っちゃったが、これは割り込めず、おお釣っていく、単発中盤グランド、グランド、さあ圧力素晴らしい。さあバイパー大将で出てくる、この2人の対戦結構見てますけども、あバイパーホークが一発を当てるんですよね、当てるんですけど
気にしないぐらい直木バイソンがボコボコに殴って終わるということがよくあります。さあ、うわー、パチコパン、いろんな技が出てくるのでどこに窓を絞っているのかよくわからない。おーっと掴んでいく。これでバイパーホーク大怒りですね。さあ今因縁が生まれた瞬間かもしれない。さあヘッド今度下がる。うーん、そしてパチコパンがヘッドで奏でる。さあグランドクレイジーガール、うおー死んだー。これは素晴らしい、やはり夢を見せる仕事をしてますね。さあグランドストレートに一発当てる。うわー、しかしグランドグランド、じゃがみ強パン、上が通らない。直樹勝利、2回戦進出は直樹手形チーム。では 1P 側トモザ2回転、 2P 側タコ様ビリうん、緑色をして 上にある。はい、ニカさん対戦に行ったのであ、実況ヒデです、こんばんは。さて、あ、こんばんは。さて、まずはベガ対ダルシム、 2P 側ビリー・ダルシム、 1P 側はトモダベガ。さあまずは踏んでいく。さあ迂闊に球も打ってないように見せかけて、さあベガ側はゲージを回収。さあここはファイヤーに当たって、さあこれ相打ち、これはまあベガ側オッケーでしょう。さあ垂直領地でホーバー、小足をなぜか食うぐらい、ここからこれは空中でワンヒット、チューチューって投げて、ああこんばんは。さあこれはニョギール大パンが刺さるが、ホバーコワコワコワ、なあピオリコンボ、コワコワコワチュー、2が入って一気に決まっていく。さあここでもともと一人チームだったタコ様が参戦。さあ画面が青いですね。さあデカバンジー、さあミドルミドルミドル、3発でピオル、デン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 いて、さあ2位重ねて逃げる、まあいいですね。さあミドル、あーこれで何も、おーしかし、あー今のはコンボつないでる高さで飛び込め、ああ確かに。さあナイトメア溜まる前にまだダメージ取りたいが、あ見合ってないぞリスクリターン、コパンダ。さあここは中断回避、さあゲージが溜まっちゃった。そしてこの体力差、かなり画面真ん中だが矢口ってる。さあミドルミドルミドル、さあコパンで落として、これは食うぐらい安く済んだか、ミドル大。さあどうする、うわー、あーこれは飛びからいった方がよかった。勝ったのは友田2回転。次テーキ解体グッチヒデで、機械 1P グッチヒデ 2P です。
先方決まってる。はい、次の試合も準備しておいてください。破天荒グリグラが 1P、 手形の木側 2P 側です。こんばんは。先方は OK。 はい、それでは座ってください。裏切った。さあ、ここはめんどくさいので潰し合ってほしいチームですね。スカイガイル、テ・ダルシムが 1P 側、 2P 側、ヒデチュンリ、グッチリュー。さあ、スカイガイル最近めちゃくちゃ弱いとの噂。おっと、怪しいぞ。お、おー、すごいな、度胸満点。なんで踏んどけよ。あれはですね、ガイル側がジャックサマーだと大丈夫なタイミングなんですけども、中サマーだとあれ持ってかれちゃうんで、それでも踏みつけだったら問題ありません。さあ、うわ、見えね、見えね、テンションさあ、またしてもテンション。赤いガエル、こういう試合になるとね、逆に機械さん生き生きするんですよ。が、線で止まっちゃった、これ厳しい。おーおーおー、安直すぎでは。お互い安直ですね。お互い安直、間違いない。さあ、この体力からスーパー予選タイムなのか。一生打ち合っている中足体育、くぐってやっぱこれで足まで下がれる。ここはガードになるか、元キック、投げ返しの機会、投げ返し全一です。さあさあさあ、中足うまい、よく見ている、バカー。さあ、そして受け身がない、あーある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 、ある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 、安直、スーパー安直。あそこで投げに行く、いや、こっからさ、行く、行かないでしょ、行くの準備使いだけだよ。さあ、大将はグッチ、おっと、ナイスファイヤー、歩いて着達、あー、しかしよく受け身だった。あー、出ない出ない、ちょっとほとばしりすぎたか。あー、実行、うまい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 、あー、うまくないうまくない、うまい振りだった。あー、すさまじくうまいところとすさまじく下手なところが両立しているという、不思議ですね。こっちには多分ホンダステージ、そのゲームスピード、体が慣れてない感じですよね。あっと、機械がこれ見立てあるぞ、ひよった。ドラケンはもらうが、波動拳投げる、おっ、おお、うまい、あー、全然出ない、最後諦めた。
いやー面白いな。飛ばせることはできているんですけどね。おー上手すぎるの。さあ勝利カスター、これはグッズ運がいい。さあ機械が背中出る。機械ガイル上手いな、上手いぞ。おー3段入ってこれでリーチ。いやーこれは無理。おおあるのか。あー踏まされた。波動拳真空下が通る。あー暗い投げ、ちょっと高かったな。さあ 7万勝利と。勝利全然出なかったですね。破天荒グリグラ 1P 手形の大きい 2P です。次の試合友座2回転が 2P 側ので、機械が 2P 側です。手形さーん、手形さーん、試合だよ。オッケー、はい。それでは 1P 側破天荒、 2P 側手形。さっきは分かんないからだったが、手形下がった竜とはやってるぞ。竜対サガット、かなり竜有利だと思うんですけども、サガットもやれないことはない。最終的にだいぶ竜だよなっていう感じですね。さあ破天荒が追い詰められたか、これ真空を打ってしまう。だが体力が逆転。タイガーショット入るか、ここで踏んで、おーっと弱波動を見事に踏まされる。おー立ちキック、下がっと落としが機能している。さあ上ショット、上ショット、とりあえず相殺するだけでも下がっと側のペースにはなる。問題は竜に寄られた時ですね。そうなるとこの前ダイヤシにやることがない。さあちょっとにゃーっと、おお届かない。ジェノサイドのリーチ微妙に短かった。さあタッチアキックの使い方が非常にうまい。竜はひよって中足よりダイヤスの方がいいですね。中足はよくあれに絡んでしまいます。さあファイヤー燃やした、でかい。さあ見てから落とせないようなスピードで飛んでくる。さあ踏まない、ナイス。そしてアパカ、こんなサガットなかなかいないですよ。まだ始めて2ヶ月です、びっくり。さあいい勝負だ、踏まない。おーダイゴスがヒット、そしてファイヤー。いやーいい勝負だった。ずっと上を見ていたが最後まで飛ばなかった。バイソン、おっと。さあめくり竜巻、おお立ち込む、うまいな今のは。ヘッドねじ込んで掴んでいく。さあタンパニファイヤー、突進にファイヤー、おお真空クレイジー出ちゃう。ヘッド、おおあいつになった。おいしいおいしい。破天荒の
攻めが非常に良かった。真空を抜けられたのがかなり運悪かったですけども、サーブロン刺さって、そしてゲージを持って画面端に詰められると、これも8人ぐらいありますね。竜の目的はあの状況にならないように立ち回ることがすぐになっちゃうんですよね。さあゲージを作りきれるか、パーセンコ、さあグランド刺さって、さあ最後はカナちゃん投げ、それは通るわ。さあグリグラフェイロン、これで対象戦、おっと開幕アッパースカッシュの掴み、おー支援燃やして、うおーマジか、今キャンセルじゃなかったですからね。さあ支援燃やされたが気にしない、とにかくこの素晴らしい圧力を刈り取っていく。グリグラガードした、ボタンを押してるだけではない。さあ掴んで、あの後のサギ飛びは新キャラだけしかいけないですね。さあヘッド、さあ待ちきれるか、グリグラねじ込めるか、遅延を透かしてヘッド、ナオキが強い。はい、ではうちが試合ですね。トモさん2回転 1P の手、機械が 2P です。じゃあ行きましょう。お一応申告してもらった方が良さで、はい行きましょう。 1P 側2回転、 2P 側手、これは読み勝ったのか読み勝ったのか、どっちでもない。さあバイソンダルシム、さあまずはファイヤーモードでゲージか、ゲージ回収に行きたいのに一気に画面端、さあここは送らせて、さあこれはバレている、燃やされて、これはファイヤーモード一直線だが今のパンチうまいですね。おっと、さあ暴れたところにインフェルノ、ペさんの表情がマジモードです。さあスラストから入って、さあ安定のスラスト、スラストなぜかピオルヨガファイヤーかな。さあだいぶ安く済んだと見るべきなのか、しかし伸びるダイパンが超痛え、どうすんのこれ。さあ相打ちだがまだまだ、さあちょっと待って、なで手さんがキレッキレ、さあ手さんのちょっとドヤ顔が見れました。初めて勝ったと、これはドヤっていいですね。大会で初めて勝つのはでかいです。さあここで大将友達が今日はマスクを着用、さあうまく画面端脱出から2位が決まって下段、さあうまく削って、さあ猛攻が止まんない、これが友達ラッシュ、さあこれは3発拾って踏んで、ホバーはコパンでガードされるが、さあテさんがどう切り返す、おお、あースラですか、そこまでは良かったが、なでは友田さんの方が早かった。さあ踏まれてなで返される、さあ2位が入ってどっち、表からアンドリバッチリ、
さあ必要な削り玉、これはなぜか泣いているのは友田さんで、これはおお、なんだこりゃ、おお、なでかした、これはでかい、今のマジですかあれ。さあバレている、友田さんのお仕置き円大パンです。しかしあーこれはテレポ、さあどっち、あーおーあーお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 ー、マジかこれは素晴らしい。さあ50カウントからやられる感じとはまたちょっと違いました、粘り強さ。さあ伸びる手足でちょっともうアップね。さあこれは投げられて、腕身がない、投げて、これはホバー行かない、ホバー行った、踏んで、いやーホバーでフィニッシュ。さあ大将同士、さあこれもよく東大戦で見る組み合わせですね。さあ開幕ソニックからめくりにいって、これはガードして投げる、おっとサマー投げられて打ち身がない、珍しい。さあ相打ち、マジか。さあしかしめくりにいく、投げて、これはバレてる、あーマジか、どうすんの、撫でる、機械さんだけ撫で間合いがなんかめっちゃ広く感じますね、なぜか。さあこれはうまくガードして撫で返す、撫で返しの機械。さあうまくソニックソニックでダメージをちょっとずつ積み重ねていくか、友田ベガがどういう風に取っていく。さあ TBS 発動から、しかし TBS はそんなに高はなかった。さあソニックソニック、あーこれはアンドビから、あーなで返しに中足に、さあ完全にバレてました。さあ撫でてめくりホバーガード、そしてもう一回撫で、友田さんの猛攻が止まんない。さあしかしめくりは撫でる、なんか撫でるまで回せたですねさあここは体力リードしたので下がる機械さんだが、さあ血足当てて、これは撫でてサーバーぶっぱ、三段決まって正機械の勝利。さあ手形直樹 1P 手機械 2P でいきましょう。決まりましたかは先方オッケー、テさんオッケー、はい行きましょう。 1P 側は手形さんから、 2P 側はテさん、さあ来ました、究極の組み合わせ。テさんが手塚ゾーンならぬ矢口ゾーンに入りました。しかしなぜか開幕は投げられている。さあうまい、さあしかしここはチョップ投げられて一気に厳しい。この場合、いやー見てからドリルが間に合う、おっと今のはインジェノサイドをちょっと入れ込みそうだったがガードのタイミングだったのでやめたってところでしょうか。さあスラが入ってファイヤー、さてさんが手堅い、何もしない、まあ何もしないのが大正解ですね、この組み合わせは。さあ開幕今度は警戒して、もう俺の間合いだと、
さあ伸びる手足、いや、いって、さあここはもう全然入って OK と。さあしかし手形さん頑張りたいが、この組み合わせは9-1あるんで勝ったらマジですごい。さあ見てからドリル、見てからドリル、時間だけが刻々と過ぎていく。どうする、さあなんとか相打ちにはしていくが、ここはタッチ中継が入って、さあそしてノリノリの直樹くんです。さあ開幕ヘッド、おっと、さあ5パンでうまくフォロー。さあこの圧力、さあダイスラストでちょっと追い払うが、さあ大ヘッド突っ込んできて、撫では回避したが体力がなぜかこんなに。さあこれは削りきれないか、あーこれは何と相打ちになった今、差がないか。さあ開幕は空ジャンプをなんだか咎めるが、さあしかしアントニーバッチリヘッドまでしっかりガード、もう一丁、さあ見てからで、あフォーはなんとかが回避するが、さあこれはマンチャンある、チョップ、あー突っ込んできた暴走トラック、これが直樹くんです。突っ込んできます如意棒を片手に。さあここで撫で返しの機械さんが、さあ開幕露骨に行く、いや、なんだこれなんだこれ、撫で返しの機械さんが全部待っている。さあなんとかなったのか、あ、なってなかった。開幕ゴチゴチしに行くのは相当勇気ありますね。さあ中足ソニックで、さあビオリッチなぜかここは食らう、さあヘッド出させていって、ゴチゴチ、これは死んだ直樹強し。はい、じゃあルーダーでやります。湘南マキリ 1P、 焼き鳥ワイパー 2P。 はい、じゃあ先方決まったら教えてくださいね。オッケー、じゃあ行きましょう。 1P 側マキリケン、 2P 側ヤキイジ。さあ先週かの東大戦では13連勝したヤキイジ、周りから仕上がりすぎだろと、そんな声がいっぱい聞こえてきました。しかし剣戦はやっているのか。さあうまい空ジャンプで剣戦、さあうまい台足にスラを差し返して、これはバレている、ジャック一発でちょっと安く済ませてしまったか。さあ TB から投げ返し、大足まで行きたかったがちょっと欲張ってしまった。まあでもいいでしょう、あそこは欲張んないとね、やっぱ厳しいですからね、あの体力差。さあ気づけば一気に画面端、しかし波動波動で、なんだそれは、マキリマジック。さあ距離を離すが立ち壊して影縫いっぽくやっていく、ちょっとフォークっぽい感じがしますね。さあここは削って
さあマキリさんが、さあこれは美味しい。さあ体力2ドットほど。あーこれで DJ 有利かな。さあスラが入って投げる。さあここで湘南流、さあジャックで落として、おー食うぐらい。しかし早くも4割ゲット。さあファイヤー踏ませて中盤波動、いって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 。さあゲージ回収したい龍太が飛んでくる DJ にも警戒。さあここでガード、ここから飛びはなんとかなったが投げ返した、よく投げ返した。しかしさあ残りドット、さあ歩きガードでシーズンを出したい焼き J さだが、これはおあ熱い、あーあーバテっている。空中 TBS。 さあここは大足ファイヤーハードで追っ払うも飛ばれて次に大足。さあここからスーパーハード、さあ飛んで、さあいいガンシャハードから15分、あっとこれは表からニカさんの悲鳴が聞こえるが対戦には関係ない様子。さあいいファイヤーハード、ここからあぶれ、さあおあぶれ、さあゲージは溜めた。しかしあー止まれている、ヤキー J2 連勝。はいじゃあ次タコ様ビリー 1P グッチヒデスーピーでーす。1P がビリー、ダルシム、 2P がグッチリュウ。リュウダルシムはダルシムが結構有利と言われておりますがどうなりますか。もう画面端でのさばきをしっかりできないとガードさせて有利な技が結構多かったりプレッシャーがかかってダルシムを一瞬で蒸発してしまうイメージがあります。さあ波動をうまく差し込む、スラの隙に足払いをしっかり差し込んで一本グッチさんが取っております。さあ開幕は、ビリーのファイヤーが当たって伸びる手に昇竜がぶっ刺さる、ファイヤーなどフレームで竜巻を釣っているという形です。4段入ってピオリ、ピオった起き上がりに真空重なってる、グッチストレートで先勝ですね。さあ大将のタコ様、さあタコ様ザンギ登場で大将、あー3段入っちゃう、もう半分減っておりますが、まあザンギは全然あるそう。対空しっかりファイヤーで押し込んでいく、波動のさばき方が引っかかって、あー出なかった。タコ様何回叩いているんだ。さあ開幕もう一回飛んでいったけどもしっかり、ピヨってる、安い
さあ高めから、高めからのスクリュー、さあローからはダイヤ選択がガード、さあ地上戦後グッチさんの足がうまい、うますぎる、ダイヤ足に中足差し返す、焼き鳥バイパー対友谷回転かな、さあ新方の宣告、さあ DJ ホーク、多分これお互い嫌でしょうきっと対戦するのが、さあまずはヤキー J 対ニカバイソン、さあ開幕バックジャンプトパンはこれは OK なんでしょうか、いって、さあこれは投げてここまでで止まるんですよね大体、さあブレ、さあガン攻めのニカさん、さあこれは削りは OK でしょう、ソバットの戻りにグランドを刺して確定ではないとは思いますが多分暴れてしまったんでしょう、さあこれはいて、ちょっと高い感じがしたが、さあなぜか技の振り合いでリカさんが、いやーでんでんで、あ安い、あっと投げる、これはしょうがない、さあ3ラウンド目はどうなる、エンダイパンから面が刺さって、あっと安く済んだ、さあゲージがすでにバイソンも溜まっている、アップレイン今の、さあ露骨にゴチゴチいってナンパで削って、これは厳しい、さあバイパーさんからしたらかなりきついこの2人のカード、バイソンとベガ、しかし今日も見せます俺たちパワー、なんか演歌の歌い始めみたいな感じの説明になってるわさあ大足差し込んでしっかり見えている、あっさあこれはヘッドで回避、削りぴったり、1本目はピーガシー、さあ2から始まって、さあにじり寄ってくるバイパーさん、さあまだ1回目2回目、さあこれは画面始めちゃうからヘッド出させて、怖い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 、さあしかし、いやマジか、しかし甘え甘えさあ、あーおーこれやばい、出させて、さあもう1回、あーしかしいけない、さあこれはあるのか、さあ今度は甘えない、さあ中盤グラウンド刺さって、あー何今の、今中盤振ったの使ってから振った、うん、ここまではいいとして、あっフォアーというさあ対象同士、さあこの二人もよくやっております、いやーこれはやばい、あーこれに逃した、逃さない、逃さないのがバイパーさん、ゲージ貯める前に掴まれたらおしまいです、さあバイパーチームが先にリーチをかけるが、まだ投げて
さあまだ三角、これは確定で最高。さあ後ろからは焼き鳥さんの熱い声援が来ております。さあこれはコアコアコスつないで、さあ危ないがしっかり止まっている。さあしかし今のラウンドは不敵になるのか。ミドル、さあ画面端がちょっと近いが大丈夫か。うっ、最高でなんとか切り抜けて、これはナイスガード。しかしやばい、おお回避、これはでかい。友田さん1名を取り留めて、ここは最後を入れてめくりはガード、ガードが硬い。遠大キックが入って、もう1回最高。なあー、おっとこれは分からない。あっ、さあミドルはガードしている、寄りたい。わあいいミドル、さすが。はい次、グッチヒデ対破天荒グリグラです。グッチヒデ対破天荒グリグラ、これが、ルーザーズの OK、 先方は OK、 はい、それでは始めていきましょう。ルーザーズの準決勝かな、準々決勝かな。次が友座2回戦対この勝者となっております。先方はヒデチェンリー。さあいきなり画面端近いが、ジャンプ強キックはエッチになり、ファイヤーハード、ファイヤーハード1回当たるとその分ゲージがもらえる。これがでかい、ナイスダイヤシ、あっとこれミスったが、チェンリーゲージが溜まってね、ここで溜まりきる。さあスイジャンに絡まれて、まあ読み負け読み負け、そしてこれは3回、あああそこは上り中盤ですね、ちょっと下り気味に出して、中盤竜巻中盤竜巻中盤で死んだかもしれない。ナイス勝利。さあダイヤシ、このモードになるとチェンリーはゲージためにが優先なんですが、さあここを使った、昇竜が相打ちめくり竜巻、さあしゃがんでスカス、強すぎるこの技。龍はチュンリー戦のめくりを絶対に練習しなきゃいけないところですね。高めに振ろうとするとしゃがまれてすかるので。さあ開幕ジャンプコパン支援客ヒット率 100%、劣化ゲン。このゲームやったことあるのと、煽りが飛ぶ。さあグリグラが今のところ、あとゲンキックもらって、ゲンキックもらうだけでも結構めんどくさくなる。さあフェイロン戦が激苦手、おっと戦術ガードになる、これは運が良かった。さあオーランパンチがフィーロンジャンプコパンにもかっちゃう。さあレック落とされて、劣化神拳使ってゲンキック、そして離れていく。さあ投げ返した、あの場合は1回ガードになるので投げ角ですね。まあ、遠目でガードする分には構わないんですよね。劣化剣劣化剣、そしておっと高かったが、レックに前飛びしている。さあヒデがテンパりながらも窮地を出しね、ああこれはむちゃくちゃです、むちゃくちゃですが、むちゃくちゃですが、中足、ああ気軽に打ってくる中足、
勝ったのはグッチヒデ、グッチヒデ 2P ガールですね。むやむやされたな。グッチヒデ 2P がいってください。さあルーザーズの決勝、2回転友座対グッチヒデ、2回転さんもヒデも試合なんでマイク持たせてもらってます。さあはい、2回転チーム先方が決まりました。はい、ヒデグッチチームも先方決まりました。さあじゃあ始めてください。先方は友座ベガ対ヒデチュンリー。さあこの組み合わせチュンリーが圧倒的に有利と言われてるが、ヒデはベガ戦があまり得意ではないと。まあベガがやっぱチュンリーの飛び込み返すのがすごい難しいんで、わここは起き上がり転生投げ画面端。さあどうする。さあ放出してしまった。早かった。あれは画面端まで行くと確定になるんで、まあ、ちょっともっといきたいところですよね。とここで PO ってバンバンと。さあ友座5決まって、中足な圧倒してく。友座ベガ強い。友座さんやっぱね、中身戦なんかうまいですね。さあ出てくるのはこれも何回も見たな、グッチ龍対友座ベガ。まあ、ただグッチさんがこれ結構ベガ戦うまいんで、この起き上がりからのなぜか立ち中キック。さあ起き上がり、あめくってさんな。いや起き攻めがね、やっぱベガきついですよね、リュウに対する。さあ逃げ中盤めくり。さあグッチさんここは無理はしない。さあ画面端、まあ、めくりにはしゃがみ中盤がやっぱ一番安定なんですかね、あれね。あっあっ、おっと。さあどうするどうする、起き上がり。さあ真空使ってくスタイル、翼が出なかったか。まあただ今のはまあ出てれば当たってるんで、まあ正解でしょう。え当たってるのギリギリ、ギリギリぐらいやった今ね。うん、ちょっと微妙な感じですね、でもね。さあ2回転バイソン、じゃあ大将戦。さあ龍がもうこれは結構起き上がり、中ボス当たらず。さあアントビからタンパは当たらず。さあどうする。おわおわ使って、さあゲージ持ってんのはリュウ、これまだ分からんが匂い棒伸びる伸びる。さあリーチをかけたのは2回転バイソン。さあファイヤーからの置き攻めで、さあバイソンのゲージが先に溜まった。あ竜はゲージを溜めたかったが、それまでに。さあ竜ここで溜まったがどうする。あお、さあ真空当てたい当てたい当てたい。
あーっとここでバイソンもたまった、これ無理。さあ置き攻めどうする、投げからのしっかりガードして、あーっとデイクが削れろよと、あと一度と足りなかった。さあ気を取り直して最終ラウンド、さあラッシュが続く続く、もうゲージも溜まって、どうするどうする。さあリュウちょっと厳しいか、これ確定か、あとコパンよきっと。さあ2回転チーム勝利、ルーザーズ勝ち上がったのは2回転トモザベガ、あまだもう一個ごめんなさい、そしたらあーじゃあごめんなさい、勘違いしましたね、決勝が2回転トモザテ機械ですね、はい、はい、はい、オッケー、いきましょう。 1P 側2回転バイソン、 2P 側テイダルシム、さあさあ開幕は前ジャンプでぶち当てて一気にゲージも回収、これはバイソンペース。さあこうなるとダルシム側もかなり厄介ですが、さあこれはさすがに厳しいか、さあよくファイヤー打った。さあこれでダルシムモード突入、さあうまい、今のしゃがみ中パンいいですね。さあゲージが全くない状態で食らいながら溜めていきたいが、さあこれは相打ち結構いいでしょう。さあ大ヘッド、さあゲージが溜まる、さあ落ちない飛びを、さあこれでどうなる、うわーよく打った、あーしかし中盤がぶち当たる。さあこのまさっきとは違う形で大将が引きずり出された 2P 側、さあ開幕の夢は、さあシャガ中盤にグラウンドがぶっ刺さって、おおこれはさあ如意棒と相打ちは上、なんだこれは、これがボクシングです。さあ中ヘッドで避けて、さあ今度は打って変わってガイルスペースになる、さあ相打ちはまだ OK でしょう、しかしさあやばいやばい、カスローを見出せるか、さあよくトリック打った、さあ踏ませた、さあここは吐かせて、うわーなんだこれは、これ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 やばい、これやばい、お、シュウさん、シュウさんこれ見て、これこれやばい、さっきのハイライトこれ見て、ダイヤシーさあ回れ、シュウさん今の見てどう思います、いや今来たばっかなんですけど、いや笑いましたねいきなりオチ見た感じがしたすごいオチを見た感じがした今ダイヤシブンってやってサマーやってダンパンチがバッチリ、もうねマサイク機械さんっていうのがね、あの画面見てすぐ分かった人を見なくても機械さんだって分かった今さあじゃあ試合ですね、ウィナーズは2ライフ、2ライフ、じゃあ手形のオキバイソンが2ライフ持ちです、横で機械さんが超へこんでるんだけど
すんげえへこんでる。さあ今日はですね、ランダム2オン2、カードで、2オンそれぞれ組んで、で今ルーザーズの決勝まで終わって、ウィナーズが手形直樹チームが2ライフ持ち、手形さんがですねまだ初めて2ヶ月のサガットなんですけれども、なるほど、ただかなり極まってます。さあ OK、 はい、 2P 側2回転バイソン、 1P 側手形サガット。手形さん先日もそう先日もね総対戦来ていただきましたよね。はい、あのね2ヶ月の動きじゃないんですよ、見てて渋いんですよ、実際うまいですよ。さあしかしなぜかサガットバイソン、これは手形さんかなり厳しいか、これおうまい、ナイスバイソン。あのねコマンド性能もねかなり抜群に高いと思うん で、ね、他ゲーゼの方ですか、へえ多分ですけど。さあ相打ち、さあこっからさあ突っ込んでくるバイソンだが、さあ大ヘッド、しかしおーうまい、さあ裏回ってさあまたぶっ放した、あーこれはしょうがない、これは投げ角ですね。2位がかなりドミッチャクに着地してしまいましたね。そ、うん、てかその前に短パンって蹴りすぎでしょ、そうです、ね、ガードでもガードおっとさあうまい、うまい、あーこれはしかし安く済んでいるのか、これはよくガードしている、ナイスカード、おーあぶね、確定じゃない、さあダイヤ下がってヘッド、いやーやりたい放題の2回転だが、さあこの状況は下がった絶望的か、いやー厳しい。さあこっから直樹くんが2立てすれば優勝、ニカさん、友田さんが止めればもう1回になります。今日ね直樹くん負けなしです、強いな、とてもね最近一つやってないとはね言えないレベルの強さですよ。さあ開幕短パンチにグランド刺さって、さあゲージが溜まりそうな、おおヘッド、さあ吐かせた、さあ短パでこれは使っていく、まあ画面を押したいというのであるでしょう。おっとヘッドが投げてアントニーガード、あー見てからあーここはやり返していく2回転、アッパースカシーまでが本当に見えないんですよね。バイソンは返しやすいキャラだと思うんですよ、コマンドキャラに比べて。まあ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 そうですね。さあ痛いのが入ってビオル、しっかり3段ヘール、さあここはシャガチューパンを置いて、さあ直樹チームが盛り返したが、3ラウンド目はどうなる。あれ今日直樹コーラのペットボトル持ってない、あ確かに。どうでもいい、さあゴチゴチ露骨、これが強い、さあ今度はいかない、さあ5からこんなんが手返されて、こんな2回転がやりに投げ返す、やる、さあ上等手段、直樹強し、バッティングバッティングですね、いややばいな。まあ友田さんね、かなりニカさんボコってますので、しかし相手は直樹くんです。またタイプの違うバイソンに友田さんがどうやりに行く、ミドルが刺さって、さあいいダブルに、これは表アントミから、さあ掴まれた、おあの距離掴まれる、うわーい露骨に行くバイソンの強さ、あーまた振ってしまった、ブッパー今なんかベガがしようとしたところに。さあここでリーチと煽る直樹、直樹くんこれ勝てばマジで今日負けなしですよ、強いな。さあ来た直樹モード、しかし3番ゲージを貯めたいバイスベガだが、うわうまい、なおきくん強くね、今日負けなし、おめでとうございました。というわけで今日の優勝手形なおきチームでした。じゃあ一言ずついただきましょうかね。じゃあまず手形さんから、はい、
直樹さんどうもあのお役に立ててすいませんありがとうございました。はい、じゃあ次直樹くん。いやバイソン楽しいっすわこれ今日は優勝できてよかったです。ありがとうございました。さあ今日負けなしの直樹くんでした。マジで激強でした。というわけで本日のイベント以上となります。じゃあ野試合しこたまやっていきましょう。皆さんお疲れ様でした。Okay.
Push, push, push.